皆さんこんにちは、ニニケイです。柏に住んでいる外国人サポーです。久しぶりです。今の時間は12時50分。私は仕事を終わったばかりで、今家に向かって、妻を迎えて今日の試合を見に行きます。今運転中ですから、時間は間に合わない、キックオフに間に合わないかもしれませんね。今早めに行きます。10月の仕事はすごく忙しいですね。1日から今日までは1日しか休まなかったんです。前節のホームで横浜戦も仕事の原因で、行かなかったんです。でも、サビオのゴールで勝ってよかったんですね。すごく嬉しいです。今日の町田戦もぜひ勝ちます。皆さんこんにちは、ニニケです。久しぶりです。久しぶりですよね。1ヶ月ぐらい。そうですね、今、スタジアム着きました。間に合ってよかったですね。頑張りましょう。今日はぜひ勝ちましょう。後ろをついて、はい、
今日の試合は終了しました。引き分けて、1対1ですね。うん。アディショナルタイムで、PK を受けて、今日の守備は強いですね。しっかりしました。MVP は、ベストプレイヤーは、立田選手です。君の MVP、ベストプレイヤーは誰ですか？私も、50番の立田選手。でも、高学圏の北海道、今日は勝ったんですが、あと、岩田も勝ちました。湘南も。湘南も勝ちましたね。うん、そしたら、残留のために、今のいい調子を続けるように、頑張ります。うん